始祖ユミルの出現から今日に至るまで、どれほどの命が巨人に奪われたことでしょう。これしか道はなかったのか。人類の未来を任せたぞ。あの死闘の結果がこの茶番だと。この町を救ってくれてありがとう。まるでひでえ冗談だな。これが本物の敬礼だ。心臓を捧げろ。生き返るべきだったのは僕じゃなかった。俺たちが見てた希望ってのは一体何だったんだ。全部殺せば俺たち自由になれるのか。俺が何をしようと何を選ぼうと、それは俺の自由意志が選択したもの。